ホセガスパル・ロドリゲスでフランシア・イ・ベラスコは、パラグアイの政治家、初代元首、フランシア博士とも、パラグアイの独立運動を指導し、初代元首である、執政官を務め、独裁政治を敷き、先進的な政策を推進した、パラグアイの一万グアルニー紙幣に肖像が、使用されている、アスンシオン近郊のヤグアロン出身、ブラジルから渡ってきた、 ポルトガル人を父に持ち真面目な性格に育つ。聖職者になるためにリオデラプラタ副横領のコルドバのコルドバ大学に入学して進学の学位を取得し、この時に得た学位により修正博士を名乗った。その後スペインからの独立運動に参加し、パラグアイの指導者となる。1811年にマネル・ベルグラーの率いるブエノスアイレス軍がパラグアイ軍に敗れ、5月15日に パラグアイが独立を宣言すると、パラグアイにおける数少ない高等教育修了者の一人として独立運動に参加し、その後指導者としての地位を固めた。1814年に任期3年の角に権力が集中した執政官に就任し、1816年には終身執政官となった。独裁化が進むフランシアに対して1820年に暗殺計画が発覚したが、 この計画未遂に終わった後、翌1821年に首謀者ら73人を処刑して権力基盤を固めた。終身執政官としてのフランシアは1824年に議会を解散させ、大臣も任命せず、裁判所もなしに26年間3人の重臣を従えてパラグアイに君臨した。晩年には暗殺を恐れながらも1840年に自然死した。 盛大な国葬が行われたが、墓は間もなく何者かによって暴かれた。フランシアはパラグアイの権力を一手に集めて独裁を行う一方、当時としては最先端の概念である保護貿易を行い経済発展に力を注いだ。さらに、根結を奨励し国民のメスティーソ化を進めることで、無理やり人種別の階級社会を破壊するなど、 現在にまでつながるパラグアイの体制の宣伝をつけた。フランシアの自責はトーマス・カーライルの英雄数廃論にて研究されている。彼はカウディーリョとしてルソーの社会契約論に基づく社会の構築を目指しナポレオンやロベスピエールのように振る舞った。一見ただの強権的独裁に見える政策によりフランシアはラテンアメリカにおける最初の近世的社会の構築を達成した。 当時、イギリスのみが行っていた保護貿易政策をとることによって国内産業の発展に宣弁をつけた。フランシアはパラグアイ国民に国内産の製品しか買うことができないようにすることで、その後20世紀初頭にヘンリー・フォードが編み出した労働者に彼らが作った製品を買うことができうる給料を与えるという考えを実践したのである。一方で、この鎖国政策は イギリスの世界の工場たる地への反逆とみなされた。イギリスはブラジルとアルゼンチンという新興工業国を支援し、パラグアイを圧迫した。これによって、フランシアの死後、1864年に三国同盟戦争が勃発する。この戦争により、フランシアが作り上げた保護貿易と国内産業発展を進めるパラグアイは、イギリス製品を買わされる、市場に転落する。 この結果、今日に至るまでパラグアイの経済は、フランシア時代に達した国際的水準を回復できないでいる。フランシアは対立者の追放と高等教育の廃止を行い、新聞や郵便といったインフラストラクチャーの発展も阻害した。また、宗教裁判所を廃止し、代わりに秘密警察を創設した。こうした独裁的な政治は、アルゼンチン等のパラグアイの独立を認めない。 国々から国土を防衛するための巨大な軍隊が必要だとフランシアが考えていたためであった。こうしたスパルタ的な国家建設を施行したフランシアは個人の過度の所有や祝祭といったものに反対であった。彼は蓄財を行わず余った給料を国庫に返還した。徹底的な鎖国政策を指揮、移民、貿易の禁止を行った。この政策により国債の増加を防ぐだけでなく、 この新しい国家への干渉、特にヨーロッパの近代国家からの干渉から逃れることに成功した。フランシアはカトリック教会を統制することにも成功し、1824年に修道院を閉鎖して1828年以後、その財産を国有化した。自身がパラグアイ教会の長に就いたことで、ローマ教皇から破門されるに至った。 公共農場を国有化した土地に設置し、これも成功した。スペイン人ジェントリの力を削ぐため、スペイン人同士の結婚を禁止するという制限をかけ、パラグアイで出生した子供を持たずに死亡した者から、財産を没収するとした。これにより、先住民との婚結を進めた。また、結婚式は本人自らが取り行った。これは、パラグアイ教会を統括するフランシア自身が祝福を一手に、 行うことで、聖職者が来るになった、脱法結婚を防止する意図があったと思われる。ありがとうございます。